こんにちは、群馬の鉢花ギフトの浅野香織です。こちらは十面にしたアジサイを今切って取ってきたものなんですけれども、地植えですとこのように赤いスポットができてしまうことがあります。この斑点、満開になるまでは発生しないんですが、ある程度満開になった後に雨に当たると出てくることが多いです。病気ではありますが、自然の環境の中では仕方なく起こるような症状です。灰色カビ病は湿度が高い状態が続いたり、雨が降って乾かない、花びらがこのように密集しておりますので、乾かない日が続きますと起こってきます。カビによって起こる病気なので、雨が上がって天気が良くなって風通しなどが出てくれば、これ以上悪くなることはないんですけれども、株自体が病気になっているわけではありません。梅雨の時期ですからね、雨が降って乾いてまた降って乾いての繰り返しになってしまうので、どうしてもこの梅雨の時期を過ぎた後にアジサイが枯れてくるというのが、まあ、外で育てる通常のアジサイかなと思います。色素の関係などもあるかと思うんですが、白いアジサイとか、またこういった薄いピンクとか薄いブルーのアジサイに出やすい傾向があります。濃い紫や濃い青色ですとあまりかからないか、またはかかってもあまり目立たないので気づきにくいかもしれません。特にこのように品種改良された花びらがひらひらとしていて、八重咲きで豪華でっていうアジサイこそ、溜まった水が乾きにくくなってしまいますので起こりやすくなります。逆に一重のアジサイで、こう単純な形のものですと乾きやすいので、この灰色カビ病にもかかりにくくなっています。このように灰色カビ病になってしまったところは元に戻ることがないので、この部分を取ったりして鑑賞していただければと思います。ですので鉢栽培の場合でしたらば、雨の日は軒下などに入れていただくと、このような秋色アジサイを作ることができるかもしれません。どちらにしても風通しの良さは確保した方がいいかなと思います。お客様の疑問を解決するような動画を作っていきたいと思いますので、ご質問等がございましたらコメント欄までお寄せいただきたいと思います。